奈良倉です。今日はですね、夢を実現することは意外と簡単になったという話をしたいなと思います。実はですね、今月ね、ずっとやってます、スタンフォードが中高生に教えていること、俺が今回、企画協力という形でね、させてもらって、出版させてもらった、この本なんですけれども、こちらの本の、クラウドファンディングをですね、やらせてもらってます。で、こちらね、俺のこう時間編集図、こちらと合わせた形で、ちょっと、今回クラウドファンディングやらせてもらったんだけれども、実はですね、先日もう 400% 突破ということで、400万円集まったわけですね。で、そもそも論として、じゃあなんでね、このスタンフォードの中高生に教えてることをやりたいのクラウドファンディングが入ったかって言ったら、この本をとにかく、日本中に広めたいと。簡単に言えばベストセラーにしたいと。で、ベストセラーになればね、多くの子供たちが救われるな、多くの親御さんたちが救われるなと思って、最新のね、この教育、の事情だったりとか、これからどういうふうに未来が、ね、なっていくのかみたいな話をですね、スタンフォードオンラインハイスクールの星校長に書いてもらったわけです。で、これなんでね、夢を実現することっていうことと、結びつくのかっていうと、この本を広めたいと思ってるわけですよ。一応俺は、出版業界出身だったから、じゃあ広告を打っていきたいなというのもあるわけね。広告打てば、一人でも多くの人に広まる可能性があるし、広告打てば、本屋さんがね、たくさん置いてくれる可能性もある。もちろん本屋さんがたくさん置いてくれれば、その先に読者が生まれる可能性があるというんだよね。で、それで俺が考えたのは電車広告だったんです。電車広告を東京、首都圏で、首都圏と関西にそれぞれ出したいなと思った。そう考えると予算的に300万から400万円ぐらいかかるなっていうふうに思ってたんだよね。だから最初は、クラウドファンディング100万円でも入れば、その100万円を使って何らかの広告をやろうと思ったけども、200万、300万となってきた中で、これはもう電車広告しかないなと思った。で、電車広告だったら、通勤中にね、多くの人がこう、見るわけだ。仮に本を買わなかったとしても、こういう校長先生がいるんだ。っていうことが分かったりとか、本人が本を買わなかったとしても、こういう本があるよって誰かが、誰かに伝えるかもしれないっていうのもあるんですよね。そうすると、じゃあ本当に、電車広告が決まりましたと。電車広告、東京と大阪で電車広告やりますってことになるでしょう。で、もちろん分かんないよ。もちろん俺はこういうふうに話してるけど、枠の問題とか審査の問題があるから、最終的に電車広告やれるか分かんないっていうのはありますよ。そしたらもちろん違うね、広告にお金を使いますけれども、とにかくそういった形でね、自分がやろうとしてた、最初この本を出そうと思ったのは、星校長に、とにかく日本の教育を変えましょうという話をしたわけですね。それがある意味俺の夢だったりとか、俺の思いだったわけですよ。で、それに、まず星校長に共感してもらい、今回であれば、ソフトバンククリエイティブの編集の方に共感してもらい、ね、そしてクラウドファンディングを開始して、で、そして多くの人に共感してもらって400万円集まり、そしてそれが集まって仮に、俺がの計画通り電車広告がやれましたというふうになれば、電車広告見た人がまずね、本を買いに行くかもしれない。誰かに伝えるかもしれない。で、さらに電車広告を東京と大阪でやることによって、東京と大阪の書店さんが、多くの本を置いてくれるかもしれない。そうすると、今までそれをやらなければ、見なかった人が見てくれるかもしれない。という形でですね、自分の夢がどん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 実現していく可能性っていうのは、実は今の世の中って非常に高いんですよね。これなんでかっていうと、インターネットが発達したこと、そして俺はクラウドファンディングってすごく大きいなと思ってます。で、俺自身もクラウドファンディングは毎回じゃないけど、いろんな時に利用させてもらってます。で、活用させてもらってます。最初は、モテる読書術っていうのを出した時ですね。あの時600万円集めさせてもらいました。そして、ギグワークかな。ギグワークの時も500万円集めさせてもらいました。そして今回、スタンフォードが中高生に教えているけど、こちらがね、400万円突破したということです。で、あと、数日あります。あと数日あるので、僕はぜひね、もっともっとお金が集まれば、もっと俺はこの本を多くの人に広めれるというふうに思ってるんですね。そしてこの本が多くの人に広まれば、さっきも言った通り、多くの子供たちが救われる、多くの親御さんたちが救われる、例えば不登校の子がいるとして、ね、不登校で悩んでる親だったりとか子供がいるかもしれない。不登校の人間はダメだと思ってるかもしれない。でも、これを選ぶときに、決してそんなことないというふうに思うだろうし、いろんな、生き方があるんだ。いろんな教育の仕方が世界にはあるんだということを知る。これだけでも全然意味があると思ってます。そしてもっと言うと、学校なんかね、行かなくてもいいっていうふうに雑な言い方をしてますけれども、もちろん行くに越したことないと俺も思ってるよ。別に好きな人は行けばいいし、ただ行きたくない人は行かなくて、例えば、じゃあいじめられて、ね、自殺してしまう人ってのはいるわけじゃないですか、いまだに。ね、そういう子が少なくても一人でもいなくなる。なくならなきゃいけないと俺は思う。別にね、アメリカの教育は全てとは思ってませんよ。ただ、スタンフォードオンラインハイスクールっていうね、こう、オンライン、コロナの中で注目されたこのオンライン教育の最先端を行く高校です。しかも全米でもトップクラスの高校、しかもその校長を日本でやってるんですよ。これだけでも誇らしいじゃないですか。ね、っていう意味でも、俺自身は、星校長を有名にすることによって日本の教育は変わる。ね、そして多くの子供たちが救われるっていうのを、固く信じてるわけですよ。で、それをやりたいと思っても2年前に星校長にアプローチして、
まあ、ここまで来たわけです。もう2冊目の本が出て、クラウドファンディングでお金を集め、そして、広告で戦略も立てれるという状況までここまで来たんですね。なので、ぜひ、あとね、数日クラウドファンディングありますので、ぜひ皆さんの協力を得たいなというふうに思ってますんで、一人でも多くの人にですね、この本をくれてもらいたいし、一人でも多くの子供を救いたい、一人でも多くの、まあ、教育者もね、苦しんでます。だから、学校の先生なんかもね、よく福祉工場と一緒にやってるオンラインサロンに来てくれます。そういう人たちも苦しんでたりとか悩んでます。そういった意味で、そういう人たちの光になるのは、この本である福祉工場だと思います。なので、ぜひですね、このクラウドファンディング、あと数日ですが、皆さんからの、支援をお待ちしたいなと思います。しかもですね、今日は、僕の誕生日、ぜひ僕の誕生日プレゼントと思って、寄付していただけると、支援していただけると嬉しいと思います。ということで、また次回お会いしましょう。